地の収穫は、ダシール・ハメット作の1929年の探偵小説、ハードボイルド小説、アクション小説。サムスペードと並ぶ有名な探偵コンチネンタルオップ、ものの最初の長編であり、ハメットにとっても、諸女長編である。地の不吉さぶ壮絶なバイオレンス小説として、また黒沢明監督の時代劇映画、用心棒の主ターンとなったことでも有名。 コンティネンタル探偵者サンフランシスコ支局員のコンチネンタルオップが、とある鉱山町、パーソンビル俗称、ポイズンビルにはこびる暴力に対し、毒を持って毒を制すのやり方で、それらを粉砕していく。オップの一認証で語られる。ハメットの得意とする叙情を排した乾いたスピーディな文体で物語は進められる。荒っぽいがリアルで味のある会話や人物描写は、 探偵小説にリアリズムを持ち込んだものとも評され、ハードボイルド探偵小説の講師として、多くの作家たちに影響を与えた。大矢部春彦もこの長編を愛読、オマージュを込めた、地の罠、地の挑戦ほか多くの、ケツシリーズを表している。俺こと探偵会社コンチネンタルのオップは、鉱山会社社長の息子、ドン・ウィルソンの依頼を受け、鉱山町パーソンビルにやってきた。 パーソンビルは、ドンの父で、鉱山会社の社長エリヒューローが、労働葬儀を抑えるために雇ったマフィアが街に居つき、これに対抗する警察までマフィアのようになってしまい、ポイゾンビルの異名を取るほど荒れ果てていた。しかしその状況を改善しようとしていたドンは、オップがついたその日に、街中で射殺され、寝たきりのエリヒューローは、これを機にこの街のマフィアの一層を、オップに頼む。 引き受けたオップはドンを殺したのが銀行の水悼係アルベリーであることを突き止め自首させる。アルベリーはドンが人気商婦ダイナブランドから不正の情報を買おうとしたのを金でものにしようとしたと思い込み嫉妬にかられて殺したのだった。エディヒューローは事件がマフィアの仕業でなかったことからオップへの依頼を終了させようとするが、 オプはそれを拒否して徹底的にやることを宣言する。マフィアのボスの一人、ホイスパーは、ボクシングの八オチ情報を、オプに教え、その儲けを見上げに、オプを街から追い出そうとする。だがオプは、ボクサーを脅して、八オチを覆させ、ホイスパーはオゾーン、オプが情報を教えていたダイナが大儲けをし、オプは、ダイナを味方につける。街の男たちをたぶらかしてきたダイナは、 オプにいろいろな情報をもたらすが、ホイスパーに買収され、オプと、ホイスパー一味は銃撃戦になる。オプは、ダイナをいいねで裏切らせ、彼女の情報をもとに、警察署長ヌーナンに近づく。ヌーナンは2年前に、弟が自殺していたが、その犯人が、ホイスパーであるとオプから知らされて、協力体制に入る。ホイスパーは、逮捕されるが、すぐ脱獄し、警察と、 ホイスパー一家の銃撃戦が街のあちこちで始まる。ピート・ルーヤードといった他のマフィアたちもこれに乗じて活動を始め、ついにルーは射殺されて、復讐のレノスターキーが後を引き継ぐ。やがて皆がエディヒューローの元に集まり講和しようとする。しかしその場でオプーはすべての事情を暴露する。ヌーナンの弟を殺したのはホイスパーでなく当時の警官であること。 さらに、ヌーナンがレノと手を組み、デッチ上げの銀行強盗を、ホイスパー一家の仕業に見せかけたこと。その調査の過程でヌーナンは、ピートの密造紙工場も破壊したこと。講話は決裂し、ヌーナンレノ一派、ホイスパー一家、ピート一家の全面放送が勃発する。ホイスパーによってヌーナンが射殺されたその夜、オプーは、自分が殺し合いを楽しみつつあることをダイナに、 告白するが、そのダイナも殺され、オプに容疑がかかる。ホイスパーが彼をダイナ殺しの犯人と思い込んだ、ダイナの上夫と相打ちになったことを知ったオプは、そのことをレノに伝えて、彼を味方につける。レノは、オプから得た情報を利用して、ピート一味を皆殺しにする。オプは、同僚の探偵に疑われながらも捜査を続け、エディヒューローが、 ダイナに熱を上げていたことを突き止め、今すぐ軍隊を呼んで真っ当な警察機構を入れるよう、彼を脅迫する。そして、レノは死を偽装していたホイスパーと相打ちとなる。オップの巻いた種が実り、作暴、直上、勘違いの殺し合いで次々と死体の山が築かれ、地の収穫によって、町の悪はついに一掃される。荒野の用心棒は、時代劇である、用心棒を、 西部劇に置き換えた話である。荒野の用人坊が公開された際、制作人が黒沢明側に許可を得ていなかったため、用人坊制作会社は、レオーネ側を著作権侵害で告訴し、勝訴した。また、用人坊の公式なリメイク作品、ラストマンスタンディングでは、ギャング映画になっている。日本無責任時代は、主人公が、社内の派閥の両方を行ったり来たりするのも、 ハメットの地の収穫をイメージしていたと脚本家の田波康夫は語っている。ありがとうございます。